エンジン音がさ、力強く、なんていうの、え、マフラー変わりましたみたいな、全然こう車内に聞こえてくる音の感じがね、違います。なんでこれ、すごいわ、めっちゃ気持ちいい。ありがとうございます。うわ、めちゃくちゃパワー力強っ、パワー感がモリモリパワーモリみたいな、エンジンも喜んでこうやって上がってくみたいなこれやばいっすね、全然違う車になりましたみたいな感じです。これ両方上がってますよ。これは変化量でかいっすね。これたまんないっすね、絶対たまんないっす。そうです、音も良くなってパワー感突き届く、うん、総合的に上がってますね。はい、皆さんこんにちは、ダケチャンネルです。いつもご視聴ありがとうございます。中山選手、またまたやってますありがとうございます。ありがとうございます。もうね、今回レクサスで5台はい、認定となりましたね。ありがとうございます、本当に。で、今回最後の車が、こちらの NX ですね。 NX、はい、ハンドモール、はい、でこちらはもう本当に人気の SUV で、はい、レクサスさんの SUV に火をつけたという車になると思うんですけど、こちらでテストしていただきたいのは、なんと今回です、はい、3本柱じゃないんですよ。おっと、はい、今違って見えましたけど、はい、だいぶピカピカのこちらが何ですか。これはこれです、プレミアムグランドパワーと言いまして、はい、もともとグランドパワーって商品、キューッと排気につける商品で、はいはいはい、まあ、その性能、効率を良くしてあげて、性能引き出すんですけど、それのプレミアムバージョン。おー、僕今初めて見てますからね、はい、めちゃくちゃかっこいいじゃないですか、ピカピカで、はい、これ来年の、今12月の1月に発売予定だったんで、はい、まだ誰も見たことがないもの、はい、初お目見え。これのインプレッション、だから僕らも誰かにやっていただくのが初めてなんで、はい、いいんですか私で。もちろんです、ありがとうございます、はい、でこのインプレはもう早速ですけど、はい、もうそのこの発表になった時にすぐ使わせていただきますので、ありがとうございます。中山選手にかかってます。うわー、急にプレッシャー急にプレッシャーまあでもどういう効果あるかちょっと楽しみですね、はい、はい、ということでまずはじゃあいつも通り NX に、はい、乗ってちょっと、普通の状態ね、ノーマルの状態、はい、車の試乗から、はいはい、確認していきたいと思います、はい、その後これつけます。行ってきます。意外とこの車のサイズ感がちょっとコンパクトめなんで、うん、非常に運転しやすいですね。このタイヤ4つのこのサイズ感が非常につかみやすくて、うん、まあ、もちろん SUV で視界も高いから見渡しやすいですし、非常に運転しやすくて、うん、まあ、パワーもしっかりありますんで、うんうんうん、まあ、全然ストレスなく走れますね。すごく乗りやすい。駐車場の幅だったりも気にならないだろうし、いいんじゃないかなっていう、やっぱ売れてる理由はここにあるなっていうのが分かりますね。そうですね、ね、サイズ感がコンパクトめなので、うん、よりパワーも感じますし、回転数上がっていったところでもずっと引っ張っててくれるんで、うん、まあ、直進の安定性もありますし、非常にいいと思います、うん、比較的ね、後ろも、ね、後ろも広い感じなんで、あ、そうですよ、なんかあれだ、荷物も人も乗せられて、うんうんうん、でサイズも大きすぎないので駐車場もねそんな困らないと思いますし、やっぱりいいんでしょうね、いろんな層に応えられるんでしょうね、はい、これまあ、エンジンでハイブリッドでもなくエンジン車なんで、はい、まあ、これに、セブの先ほどの金ピカのね、新商品ね、どんななのかちょっと楽しみですね、はい、もう完全あれはもう今3点セットね、今回4台やっていただいたんですけど、はい、3点押しでしたけどね、3点押しだったんですけど、はい、3点セットのいろんなところに変化が起こるではなくて、今回はもう完全エンジン1本なんで、はい、なるほど、まあ、集中してちょっとエンジンちょっとやってみてもらえると、どういう変化があるのか、はい、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。これがはい初お披露目じゃないですか、プレミアムグランドパワーね。プレミアムグランドパワーですよ。これを、はい、をつけるのはインテーク、はい、そうですね、もう出しは終わってますんで、出しは終わってます、はい、
インテークに着きました、はい、おこういう感じです。はい、でエキゾーストは、はい、エキゾーストはトランクルームになります。はい、トランクルーム、はい、こんなところにつけるんですか。そうなんですよ。へー、すごい不思議ですよね。はい、でマフラーの上の部分なんで、はい、まあ開けて、はい、この辺がマフラーのリアタイプ、はい、はい、リアタイプの上ぐらいにつけます、はい、こんな感じですね、はいはい、向きがありますんで気をつけてください、はい、はい、以上、はい、以上で終了でございます。なるほど、はい、早い。ちょっと今までの3点セットじゃないんでね、ちょっと楽しみですね。どうなるか分かんないですけど、はい、じゃあちょっとこれでもう一回最後、はい、お願いいたします。はい、はい、ラストです、お願いします。エンジン音違くないですかこれ。すごい、今の何何全然違いましたね。エンジン音がさ力強く、なんていうの、え、マフラー変わりましたみたいな、大げさだけど全然こう車内に聞こえてくる音の感じがね違いますね今。なんでめちゃくちゃパワー感上がってるこれ。なんか月が上がったっていうよりは全体的、うん、アクセル踏んでから加速してスピード上がってってっていうまでがずっと力強さがあってすごい車が軽い。これはすごいわ、めっちゃ力強い。普通こんなに変わるんですか。いやエンジン音マジで違いますよこれ。いやこれだけいろんな車種も乗ってコースも知っててね、道が同じだから変化量がやっぱり分かりやすいですけど、こんな変わるかなっていうぐらい。いやこれすごいわ、めっちゃ気持ちいい。ありがとうございます。うわめちゃくちゃパワーある。力強っ、すごいっすね。パワー感がモリ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 みたいな、すごい加速が、エンジンも喜んでこう駆け上がっていくみたいな。これやばいっすね、全然違う車になりましたみたいな感じですよこれ。エンジンの変化がすごい、うわやばい、両方上がってますよこれ、すごい。これは変化量でかいっすね、めちゃくちゃ変わりますよ。音まで違うのもだってなんか走り系もいいけどエンジンもやっぱりちょっとこう嬉しくなってね、もっとドライブ行きたいなとかちょっとこう走らせたいって思わせてくれるのがいいですね。そうですよね、うん、これたまんないっすね、絶対たまんないっす。音も良くなってパワー感つき、うん、トルク想像的に上がってますね。エンジン周りすごいねこれ。音が一番びっくりだけど、パワー感がガーンってきてて、うん、音とこの抜ける、まあ、両方いいね、すごいね。ありがとうございます。全員にね、ぜひ体験してほしいね、体感してほしいですね、うん、どんな車種でもどんな車でもエンジンでも絶対その乗ってる方なんかはすごく細かく感じ取ってもらえると思うんで、はい、ぜひつけてみてほしいなって思います。いや本当に、ありがとうございました。いやびっくりしましたこれ。吸気と排気、排気でしょ、1カ所ずつですね。だからね、はい、パワーが上がってるけど、はい、音も違うんですよ、うん、アクセル踏んで音びっくりブーンって加速した時の、うん、エンジン音、うん、多分まるで違って、うん、やっぱマフラーの抜けも変わってるからかな、音が全然違うんで、うん、パワー感プラス音だから、うんうん、ダブルパンチで、うん、うわーみたいな、めっちゃ気持ちいい感じのね、すごい気持ちがよかった。はい、めちゃくちゃ走りが良かった。だってもう、ああもうベッチーもマカもつけたいって、もううちの車が欲しいとか。それが一番嬉しいじゃないですか。いやそうっすね、これはすごいね、めちゃくちゃ違いました、ありがとうございます、びっくり。
と思います。これもううちのプレミアムっていうね、いやー、すごく最上級シリーズなんで半端じゃないです、ありがとうございます。これの新商品、日本で、初めてのインプレッションが中山選手のインプレッションなんで、本当に怖かったです。めちゃくちゃ変わりました。でぜひお客さん試していただきたい。いや皆さんね、自分の車につけてみたら絶対に分かると、騙されたと思って、めちゃくちゃ変わるんで、はい、やってみてください。ぜひ今日本当にあの中山選手、長い時間ありがとうございました。ありがとうございました、はい、ということで今日最後はですね、レクサス NX350 でプレミアムグランドパワーをインプレッションしていただきました。本当にありがとうございました、はい、ありがとうございました。楽しかったです。またよろしくお願いします。またお願いします、はい、また遊びに行きます。